ダンサー主婦の美容チャンネル、みいきです。今回はですね、ユレイルで春の福袋を購入したので、そちらを開封していきたいと思います。何が入っているのかすごく楽しみです。それでは早速動画スタート。はい、ということで私が今回購入したのはこちらの12個のアイテムが入って送料込み5999円というめちゃくちゃ破格なハッピーバッグっていうのを購入しました。で、グレイルの福袋ってどうなのかなって思ってたんですけど、この福袋はこんな感じでこの画像の中からランダムに入ってますよっていう、大体どういうものが入っているかっていうのがサイトに載っていて、そのラインナップを見た感じ結構春カラーが多くて、カラー的に自分が得意なものが多いのかなって思ったので今回挑戦してみました。それでは早速開封していきます。段ボールがめちゃくちゃでかい。何が入ってるかな。お、靴とかバッグが入っている方もいるみたいなんですけど、私はすべてお洋服でした。じゃあ一個ずつ開けてきます。今回のこの福袋のメインアイテムになる春アウター、写真の中から2点入っているっていうことだったんですけど、私が入っていたのはトレンチコートが入ってました。くすんだ大人っぽい落ち着いたカラーの、ちょっとグレー味のあるようなラベンダーカラーのトレンチコートです。はい、羽織ってみるとこんな感じです。バルーン袖みたいになってて、ミディアム丈のトレンチコートでした。背中ここにギャザーが寄っていて、結構可愛らしい形のトレンチコートですね。全部ちょっと締めてみるとこんな感じの形です。なんかちょっとここが着膨れして見えるような気がするけど、春にぴったりの薄めのトレンチコートでした。で、春のアウター2つ目のアイテムはこちらが入ってました。ブルーのニットカーディガン。はい、羽織ってみるとこんな感じです。なんかシンプルに使えて可愛い。結構ね、ゆるっとしたカーディガンなんだけど、なんか普通に使えそうで可愛い。多分自分だったらこんなにね、鮮やかなブルー選びづらいと思うけど、着てみたら結構可愛いかも。個人的にはアウターではこのマウンテンパーカーとかが入ってたら嬉しいなって狙ってたんですけど、トレンチとニットカーディガンでしたね。トレンチは型数が多いから結構な確率で入ってるのかな。で、続いてもどんどん開けてきます。続いてはすごくシンプルな V ネックのラベンダーのニットが入ってました。はい、こんな感じ、めちゃくちゃシンプル。マーメイドスカートとかと合わせたら綺麗めな感じで着れて可愛いんじゃないかなって思います。はい、続いてはこちらの千鳥柄の半袖ニット。はい、着てみるとこんな感じでした。半袖だしカラー的にも秋に良さそうなお洋服かな。はい、続いてはこんな感じのラベンダーカラーのニットカーディガンが入ってました。こんな感じのシェルボタンになっていて可愛らしい感じ。はい、着てみるとこんな感じです。ショート丈になっていてフリルデザインなので結構可愛らしい印象ですね。締めて着てもいいし、こんな感じでさらっと羽織っても可愛いのかなって思います。で、結構透け感のあるニットカーディガンなので夏の冷房対策とかにも使えそうかなって思います。うん、カーディガンいいね。はい、続いてはこちら、じゃーん、お花柄のニットが入ってました。これはかなり厚みがあって、がっつり冬用のお洋服な気がします。まあちょっと似合わないかなって思ったけど、一応着てみました。はい、こんな感じです。ちょっとこれは私は着ないかなっていう感じのものが当たっちゃいましたね。まあ福袋だからね、こういうこともありますよね。はい、続いてはこちらのワンピースが入ってました。結構涼しそうな長袖のワンピース。はい、こんな感じです。ウエストゴムのデザインでかなり着心地は楽ちんですね。こんな感じのロング丈のワンピースなんだけど、多分私がこの色とデザイン何もかもが似合ってなくて、なんかちょっとおばさん臭くない？多分似合う子が着ればすごく可愛いワンピースになると思うんだけど、私には似合ってない感じがする。ふんわりした甘めの感じが似合う方だったら、白いニットカーディガンとかと合わせたらいい感じになると思う。
続いてはこちらの半袖ニットが入ってました。ハイウエストのデニムとかと合わせたらまあシンプルに着れそうかな。はい、続いてもニットトップス、これもどちらかというと冬っぽい生地感です。はい、着てみるとこんな感じ。あ、これはね普通に可愛い。こんな感じの長めのちょっとボーイッシュなニットの形で、色も私自身得意な感じの色味なので、あ、これはめちゃくちゃ使えるやつだ。あ、ちょっと待って、私春アウター勘違いしてたかも。このトレンチコートと青いニットカーデがアウター部門で入っているやつかと思ったら、春アウター2つ目のアイテムこちらでした。黒いベスト、なんかちょっといい感じに合わせれるものがないからこのニットの上から着ちゃうんだけど、はい、こんな感じの黒いベストです。サイドがねちょっと変わってて、こんな感じのなんか若干エプロン味のあるデザインになってます。でもこういうなんかさ、無駄になんか長い紐とか可愛いよね。なんかちょっと今さニットで合わせてるからさちょっと変だけどさ、これ結構可愛いんじゃない？ロンティーとかと合わせてちょっとね着たら可愛いかも。これはちょっと大人っぽいアイテムだから年齢的に嬉しい。はい、続いてはこちらの網編みのニットが入ってました。こういうのさ春しか着れないよね、春服って感じ。ちょっとロンティー持ってくるわ。ロンティー着たからさっきのベストもロンティーで合わせてみよう。あ、そうそうそう、こういう感じ、こういう感じ、こういう感じに黒いベレー帽とか合わせたらいい感じじゃない？で、こっちのニットロンティーに合わせて着てみると、はい、こんな感じです。かなりねゆるっとした形かも。大きめの編み編みが可愛い。はい、そしてあっという間に最後のアイテムとなりました。最後入っていたのはこちらです。可愛らしい白のニットカーディガンが入ってました。結構カーディガンたくさん入ってるね。はい、着てみるとこんな感じです。なんか首元これどうしたらいいかちょっとよくわかんないんだけど、お袖はねこんな感じでふわっとなるような可愛らしいデザインです。これは締めて着るっていうよりか羽織った方がいいのかな、ハイキン襟っぽく着ればいいのかな。でもやっぱこうかな、こうやって締めて着るのかな、襟立てるとなんかちょっとお上品な感じになるのかな。はい、ということで全部開封してみましたが、トレンチコートと黒いジレでアウターが2つとワンピースが1点で、あとは全部トップス類でした。中にはちょっと冬っぽい素材のものもあって、これは今から着れないなっていうものもあったんですけど、春にぴったりのカーディガンとかたくさん入ってて、自分じゃ選ばないようなものだけど着てみたら結構可愛いみたいなアイテムがあったので良かったです。で、ほとんどこういうね無地なものが多かったので結構ありがたかったですね。一つのアイテムがだいたい500円だとしてめちゃくちゃ安くない？確実に気に入ったものを買うっていうのもいいと思うし、なんかたまにはね、こういうちょっとバラエティ溢れるお買い物の仕方もありなんじゃないかなって思います。私は結構福袋好きなので、今回とっても楽しかったです。福袋どうでしたか？買おうかなって気になってた方は参考になっていたら嬉しいし、普段福袋買わないよっていう方でもこの動画を見て少しでもね一緒に開封しているようなワクワクした気持ちを味わってもらえたらいいなと思います。ということで今回の動画が少しでもいいなと思ってくれたらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではバイバーイ。